試験も必要なんですよね。こういうことを志願して大型店の支店長になりました。そして3年間奮闘して、とうとう最優店舗賞まで受賞した。どうしてんだ、他にもアイデアがあるなら聞かせてもらいたい。それと融資を受けるのに必要な条件をまとめてみた。今貯金はいくら？500万。創業支援融資というものがある。その500万を頭金にして審査を受ければ1500万円まで。